民主党の全国幹事長会議で党を解党して新党を結成すべきという細野政調会長や前原元代表の主張に厳しい意見が相次ぎました。なんでこの大事な時懸命に必死に戦っている我ら同士に水を差す。出席者からはこの他にも看板の掛け替えでは意味がないと回答について批判的な意見が出ました。これに対し細野政調会長は疑念を持たれたとすればお詫びしたいと一連の騒動について陳謝しました。一方岡田代表は年内に回答するということは全くありえないとしながらも将来維新の党と一緒になる可能性は排除しないと含みを残しました。